アンドル県はフランス中部の県。サントルイコールバルド・ロワール地域県に属し、県名はアンドル川に由来する。県民はアンドリアンと呼ばれる。1790年以前の州で色分けされた地図フランス革命期の1790年3月4日に設置された83県の一つである。ベリー州の一部、ポアトゥの一部、ラマルシュ及び、 トゥーレーヌの一部で構成される。現在は、サントルイコールバルドロワール地域圏に所属し、アンイコールエイコールロワール圏、ロワールイコールエイコールシェール圏、シェール圏、クルーズ圏、ビエンヌ圏、オートイコールビエンヌ圏と隣接する。県は四つの自然上の地方区分に分けられる。県は主にラブレンの地域圏自然公園やシャンパーニュ、ベリションヌの中のように、平野で構成されている。 対照的に、ボアショーノールは、標高が80メートルから215メートルの間と、起伏がある。しかし、ボアシュドは、さらに標高が高く、プリニーノートルダム近郊では、県最高の標高459メートルに達する。アンドル県を率いるのは県会である。県本会議は26人の県会議員で、構成される。9人が、右派諸派、8人が、ンプ。 二人が新中道で与党を構成し、野党としては9人の社会党議員がいる。出典、スプルフ、2006年以降 INSEE2007、農業は穀物生産、例えば小麦、オート麦、マイス、大麦、菜種、ひまわりが生産されている。ワインの産地を抱えており、奥ワインとして、バランセ、ルイー、シャトーメイヤンがある。 アンドルでは牛、羊、ヤギの飼育が継続して行われている。オクチーズとしては、プーリニーコールサンピエール、サントモールドトゥーレーヌ、バランセガール。ブレンヌ地方では、魚の養殖業が強力に発展している。サンブノアルソートギャルジレスダンピエールの二つの村が、フランスの最も美しい村に登録されている。ありがとうございます。